ゴルフに役立つ体幹づくり四つん這い編。はい、今回も引き続き体幹のトレーニングをご紹介いたします。今回は、四つん這いの状態で行うトレーニングをやっていきます。しっかり体幹を意識して、今度は、足や手を動かしていくので、体幹を安定したままで手とか足を使えるようになると、スイングに生きてくると思うので、ぜひ体験してみてください。はい、じゃあぜひやってみましょう。まず四つん這いになっていただいて、で理想の姿勢を作っていきます。足、膝ちょっと開いちゃいましょうか。はい、骨盤の下にちょうど足が来るような感じですね。はい、で肩の下に手が来る感じで、吐きながらお腹だけぺちゃんこにしていきます。はあ、そう、何も変えない、お腹だけ薄くして、もう一回息をします。吸って吐いて薄くしていきます。頭下がってきましたね、頭下がってきましたね。そうそうそう、でこの状態次から動かしていきます。吸って吐きながら右手をスーッと伸ばしていきましょう。その時体幹のが崩れないように、いいですね、肩が。でそのまま吸って吐きながら左足伸ばしていきましょうか。そうですね、いいですね。はい、お腹めちゃくちゃいいですね。はい、でゆっくり手と足戻していきます。はい、逆サイドいきましょうか。吸って吐きながら左手伸ばしてきて、はい、で右足伸ばしていきましょう。のが大変みたいですね。はいはいはい、こっち側の方がですね、そうそうそう、肩下げて、そうですね、こんな感じでまっすぐだと思います。はい、 OK です。戻していきましょう。はい、ありがとうございます。はい、今のトレーニングはしっかり体幹を安定させてから行いましょう。なので最初四つん這いの状態で呼吸だけしてあげても全然構いません。ただその時はどこも動かさないで、お腹だけを薄くするってことを意識してください。でそこから右手を上げるだけとか、左手を上げるだけとか、右足を上げるだけとかって、この部分をやっていっていただいて、最終的にはこう体格で右手と左足とか、左手と右足みたいな体格で動かしていってください。で最初はゆっくりでいいので、だんだんスピードアップしても構いません。まあ、回数は、何回、10回でもやってみてもらえるといいと思います。今回のトレーニングは、四つん這いになって、体のインナーマッスルを鍛えるものをしました。インナーマッスルを鍛えることでゴルフも上手くなりまっする。はい、OK です。いや、可愛かったですね。